吉田彌人ランジエルボーバット、キレがありますね。やっぱこの中ではね、上背ありますからね、吉田はね、183センチ。ジャンピング2からランニングクロスライン。この吉田選手の自分の成長した姿を見せたいというこの気持ちが、そうですよね、動きの迫力とキレに出てますよね。 2AW 次世代のエースと目されていますが、もうキャリアは8年半あります。あの頃の2018年、新日本に上がっていた頃の自分とは違うということを、この両国国技館の大舞台で対石井に対して証明したい。おお、気迫気迫、お互い一歩も引きません。さあ打ち合う、どちらかが根を上げるまで。